外国の人とかね、日本人とか関係なく、なんかこうファミリー、はい、ジャパニーズペラペラ堂です。今日はですね、先輩後輩っていうものをね、紹介したいと思います。日本人ってね、そのやっぱり年の上の人と年の下の人っていうのね、やっぱり気にするんですね。今若い人でも気にしない人も多いんですけど、それでもやっぱりね、仕事とかね、どうしても気にしないといけない人たちも多いみたいですね。まずね、一つ紹介します。先輩、これは年上の人。後輩、これは年下の人なんですけども、元々の先輩ってね、漢字でこうやって書くんですね。この漢字は、まあ、先にっていう意味ですね。で、この先輩のこの一文字の漢字はですね、一族のことを意味します。一族、まあ一族というとファミリーとかクランなんですけども、だから同じコミュニティですよね。コミュニティとか何かの、組織の中では絶対使われますね、先輩。で、後輩も同じで、後輩は後なので、自分よりも後のまあ人たちっていうので後輩って言ったりしますね。先輩、後輩と。これがね、少し悩んでしまうのがですね、大学とか会社なんですよね。私もあったんですけど、大学生の時にね、私が大学の2年生で大学の1年生っていう後輩がいたんですね。年とかでは関係なく、大学で2年生、1年生って言うと、1年生は後輩っていうふうに呼ぶんですよ。でも、彼は遅れてきたので、私は20歳だけども、彼が21歳とかで、ね、年が上なんだけども、学年が下っていうので、後輩と。なんですけど、まあ先輩と呼んでいいのか、後輩と呼んでいいのか、まあその時はね、悩むので、まああんまりそういう時は日本人でもはっきりとはさせなかったりしますね。あとは特別な仕事ですよね。特別な仕事とか業種。あと、特になんかこう、チームで動いたりとか、そういうところで動いたりするような仕事でやってる人は結構、先輩後輩とかは意外と気にしてるんじゃないですかね。日本に住んでる外国の皆さんは、あまりそういうので関係ないと思うんですけど、日本人と何かの、コミュニティでね、入った時にね、まあ先輩だ、後輩だっていうふうになると、めんどくさいかもしれないですけど、まあ、先輩っていうふうに言うとね、何かこう、助けてくれたりとか、何かね、ご飯をおごってくれたりとか、そういうふうにしますし、後輩ってなると、なんかこう、いろいろね、聞いてきたりとかするので、まあ教えてあげたりとか、まあそういう意味でも、何ですかね、日本人の、先輩後輩っていうのをうまく理解して、うまくコミュニケーション取れるようになると、まあ、外国の人とかね、日本人とか関係なく、なんかこうファミリーになれるのかなというふうに思いますので、今日はね、この先輩後輩を紹介しました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらですね、コメントで何か聞きたいことがあったら、コメント欄で教えてください。